はい、どうも KB です。今日はですね、リングミュートを自作で作ってみようっていう感じでちょっとやってみたいと思うんですけど、まあ正確にこう一からこうフィルムを自分から作ってっていうわけではないんですけど、単純にリングミュートっていわゆるこれですよね。こんなフィルムで結構な額するじゃないですか。高いなと思ったことってあると思うんですよ。で、何かで代用できないかなっていうので、で元々なんですけど、リングミュートっていらないフィルムって言えばいいのかな、もう使い古したっていうのかな、なんかそれからこうヒントを得て作ったっていう話を聞いたことがあるんですよ。なのでこう使い古したドラムヘッドがあるんですけど、基本的にだいたい使えなくなる理由っていうのがこうやってこういうとこがへこんだりとかっていう感じで、割と縁、まあフープの外側って結構大丈夫だったりとかするケースって多いんですよ。なのでこれを使って自分でリングミュートを今日は作ってみたいと思います。はい、ということで、まずカッターナイフですね。で、通常のヘッドでもいいんですけど、それだとやっぱりこう、なんか、なんていうかな、目安となるところがないので、これは、ピーストっていうやつですね。これを使っていきたいと思います。で、これだとまず、こう、円が、こうちゃんとついてるので、これに沿ってまあなんとなくでいいので適当に切ります。これをですね、切っていきます。丁寧に切れる人は切ればいいんですけど、まあ本当こんなのはミュートがかかればいい話なので、まあ、適当に切っちゃえば大丈夫です。はい、こんな感じでまず中だけを切りましたね。で、今度がこの外側を切っていきます。こいつに関してはこのヘッドのフープというか枠があるのですごく切りやすいです。で、こんな感じで2枚でいきますよね。で、これをあとはハサミでうまい具合に幅をこう切っていきますね。で、今外側が切れたので、今度この適当に切った内側を揃えていきます。
で、まあ、もちろんこれをちゃんとこう幅を決めて作りたいっていう人はちゃんとラインを引いて切ってもらえればいいと思いますけど、個人的にはある程度音が止まればいいぐらいにしか考えてないのでこんな感じですよね。まあ、ちょっとここまだ太いかな。っていう感じでやればこうやってリングミュートが1個できちゃいますね。で、まあ、実質これ、まあ、もう一枠あるのでこれも同じように作ればもう1個できちゃいますね。なので1プライか2プライかによって、まあ、もちろん違うんですけど、2プライのやつだったら2つ作れちゃいますね。なので、あとはこの幅を自分でどうするかっていうとこなんですけど、まあ、それも結構自分の好みで、割と強烈にミュートをかけたかったら、こう幅を広くすればいいし、そんなにかけたくなかったらどんどん細くしていけばいいしっていう感じでやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。で結局これもう捨てるはずだったヘッドじゃないですか。それがこうやってこうちょっとした工夫でこうやって本来ならこういくらか出して買わなきゃいけないリングミュートが作れちゃうっていうのはなんかすごくある意味お得というか再利用できてるというかっていう感じなので、もしいらないヘッドとかがある人は一回こうやって作ってもらえるといいんじゃないかなと思いますね。でですね、こういうのはプラスチックと金物なので危険物になるのかなとかでちゃんとあとは捨ててもらえれば大丈夫だと思います。以上です。